こんにちは、さおりです。今日はオートミールでグラタンを作ってみました。低糖質でヘルシーなグラタンです。では作っていきます。まずは玉ねぎ半分を薄くスライスして、油を引いたフライパンで炒めていきます。冷凍してあったしめじと舞茸があったので一緒に入れて炒めていきます。フライパンに蓋をして弱火で炒めている間にオートミールのホワイトソースを作っていきます。ブレンダーにオートミールと豆乳を入れてブレンダーにかけていきます。油を使わずにオートミールと豆乳だけのホワイトソースなのですごくヘルシーです。炒めた野菜にオートミールのホワイトソースを入れていきます。全体を混ぜていきます。混ぜているとだんだん固まってきてとろみがついてきます。あまり固いようでしたら豆乳や牛乳などで伸ばして硬さを調節してみてください。茹でた小松菜があったので小松菜を入れていきます。好きな野菜を使って作ってみてください。味付けをしていきます。洋風だし1袋と塩と胡椒で味付けをしました。調味料が全体に混ざったら完成です。グラタンの皿に持っていきます。グラタンの上にのせるビーガンチーズを作っていきます。鍋の中に米粉、ココナッツオイル、白味噌、塩が入っています。画面で作っている量は2倍の量になっています。米粉を軽く溶かしてから火にかけていきます。かけたら底の方から固まってくるので混ぜ続けます。だんだん固まってきます。今までビーガンチーズは何種類か過去の動画で紹介しています。酒粕を使ったものや何種類かあるので好きなビーガンチーズを使ってみてください。市販に売っている普通のチーズを乗せても大丈夫です。ビーガンチーズの完成です。グラタンに乗せていきます。上におからとお米でできたパン粉をのせていきます。240度のオーブンで10分ほど焼いていきます。パン粉が焦げやすいので様子を見ながら焼いてみてください。お砂糖を使っていないのにオートミールの甘さが
ってすごく美味しいです。ビーガンチーズにすごくコクがあるので、オートミールのホワイトソースに油を使っていなくてもすごく濃厚ですごく美味しいです。オートミールで作るホワイトソースはすごく簡単ですごく美味しいのでおすすめです。好きな野菜やマカロニやジャガイモなど好きな具材を使って作ってみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。